You're listening to Ricky's Voice Hacks Radio. It's brought to you by ポッドキャスターのリッキーがお送りいたします。Good morning! ポッドキャスターのリッキーです。この番組はあなたのボイスをハックして、ポッドキャスト配信や仕事効率化を進めるラジオをお送りしております。音声に関係する最新のテック情報、機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝お届け、ぜひぜひ Apple Podcast などでチューンインしてください。今日のトピックはこちら。ブログに音声貼り付けるメリット。というテーマでお送りさせていただきたいと思います。ブログ記事に自分の音声ポッドキャスト貼り付けるとどんなメリットがあるのか、貼り付ける方法はこのあたりについて解剖していきたいと思います。実際ですね、テスラのブログとか見ますと、テスラの記事のですね、下の方にサウンドクラウドっていうサービスの、まあサウンドクラウドだったかな、なんかね、音声のこのメーターみたいのが出ててですね、ポチッと押すと聞けるようになってるんですよね。海外のメディアとか、まあ、ブログ記事見ると結構そういう対応をしているところが非常に多くなってきております。このね、ブログと音声をですね、ブログ記事に音声を貼るっていうところは結構メリットがあります。どんなメリットがあるのかというと、例えばですね、まあ、ブログの記事化しづらい長い雑談ってあるじゃないですか。まあそういうのもですね、お好みでこう入れることができますね。記事に書けなかったちょっとした雑談、編集の雑談なんかをここにアップしたので、興味ある方はちょっと聞いてくださいみたいな感じで雑談を残しておくとか、あとは、実際のインタビューの音声を、まあ、シェアしちゃうとかですかね。まあ、この辺動画とかでやってる人もいるけれども、インタビューこれと実際撮った音を、シェアさせていただきますみたいな感じのこともできちゃいますよね。あとは例えばですね、旅行ブログとか食事の食レポブログなんかで、この行った時のこのお店の雰囲気の音をご紹介しますとか、あ、これね、いいね、サウンドスケープですよ。はい。フライパンのジャーって音とかね、なんかね、こう、ワイン飲んでる時の、コト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 コっていうね、音とかね、もうこういうの聞くだけでね、もう、ああ、すごいいいなって思っちゃいますよね。あとは旅行先の、なんか、なんとも言えないね、こう、山の自然な音とか、風の音とか、滝の音とかさ、なんかそういうのこう、ね、音声で撮っといて、じゃあ実際、今回行った時の音を収録しますとかね、まあそういうこともできますね。あ、今思い出したんですけども、タイのワット・パクナームに行った時に、ワット・パクナームの大仏塔の5階にですね、そういう本当に綺麗な、なんかね、こう、ホールっていうか礼拝堂があるんですよね。そこに行った時にですね、もうあまりにも綺麗で、動画だけじゃなくて画像だけじゃなくて音声も撮りました。撮った音声をですね、一部ブログ記事の方にもアップしてみたんですけどもね、非常にね、なんかね、すがすがしい感じの、雰囲気を伝えることができたんですけど、ただちょっとだけ残念だったのは、結構ね、インスタ映えするところだったので、礼拝中にね、参拝中にね、インスタのね、撮るための写真のカシャカシャって音がねすごいしちゃって、それが残念だったなっていうのが1点あったので、まあその音なんかも合わせて、ブログ記事の中に入れて おいたということもあります。まあそんな感じでですね、実際ブログ記事に、まあ、行った先のですね、こう旅行先の情報、テキストだけでは、また視覚的にだけにはですね、伝わらない部分のところもですね、この音声を貼り付けることで伝えることができちゃいます。あとはですね、まあ、リッキーみたいにこのマイクのレビューをしている方がもしいらっしゃいましたら、このマイクはこんな音ですよ。このマイクでこの喋るとこういう風に低音が拾えますよ、高音が拾えますよ、ノイズが軽減できますよっていう音をですね、拾っておくっていうやり方も実際にはあります。実際にこのマイクの写真を貼り付けておいて、実際に、これ撮った音はこんな音ですみたいな感じでですね、音声を貼り付けておくってやり方ができます。ワードプレスをお使いの方がほとんどだと思うんですけども、ワードプレスには音声をアップして貼り付けるっていうやり方ができますので、ぜひぜひそういうこともやってみてはいかがでしょうか。
ですね、あとは、SEO 的にもグッドなんですよね。例えばブログの記事に、ポッドキャストとか音声配信、またそういった先ほどですね、旅行のこのね、現場の雰囲気の音とかを入れておくことで、記事の滞在時間って触れじゃないですか。記事を見ている時間、記事をクリックしてからテキストを眺めて、あ、音声があったっていうことで、音声をね、そのブログの記事の中で見ていくことで、まあ、記事ので全体の滞在時間が伸びるので、まあ、その、Google の SEO ですね、サーチエンジンオプティマイザーですね、の評価が上がりやすくなる傾向があります。ということはですね、この、Google の SEO が何を見てるのかというと、あ、この記事はこんなに長く滞在、人がね、ブラウジングしてクリックして見ているから価値のある記事なんじゃないかっていうふうな判断が下されやすくなるっていう傾向があります。これあくまでも傾向なので、断定はできないんですけども、まあ、SEO 的にも有利に働きますので、ぜひぜひ音声をですね、収録している方はこれを貼っておくといいと思います。まあ、よくこの音声貼り付けの感覚で、まあ、ツイッターのね、記事を、ツイッターの記事で、ね、ツイッターの投稿をね、ブログの記事に貼ったりして、まあ、ツイートだけでブログ記事1本書いてるような方がいらっしゃいますけども、まあ、そんなニュアンスでですね、そんな感覚で、この音声をどんどんペタペタ貼っておくっていうやり方も、まあ、できなくはないかなというふうに思います。ブログに音声貼り付けるメリット、いくつかありましたけれども、本当にね、長い雑談もシェアできますし、細かい感情、伝えたいニュアンスのところを伝えることができますし、またマイクとか、また旅行先、そして、食事の、食レポのね、このワインのトコ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 っていう音、あれね、まあまあ、あれはちょっと余談ですけども、まあそういうね、その何とも言えないニュアンスをですね、音声で広げることができますので、あなたのブログの表現がもう本当にいろんな形で広がるっていうメリットがありまして、読者の方が、あ、この記事面白いな、また見ようかなっていうふうにですね、ファンになってくれる可能性が非常に高まりますから、ぜひぜひブログに音声メリット大ですので、やってみてください。実際にですね、このブログに音声を貼り付ける方法なんですけれども、まあ、例えば、Apple Podcast で配信している方でしたら、Apple Podcast のですね、プレイヤーというのがありまして、プレイヤーを貼り付けることができます。これ専用のサイトに行っていただきまして、この HTML ですね、HTML の貼り付け用のですね、コードをコピーします。でこれはですね、例えばエピソードごとにこのエピソードを貼り付けたい、そして番組全体を貼り付けたい、あとは背景をちょっとこうね、ダークっぽくしたいとか白にしたいとかね、そのような選択ができるようになっています。まあ、この HTML を取得して、それをカスタム HTML で埋め込んであげれば、このブログの記事の中に貼り付けることができます。あとは、配信サービスのサウンドクラウド、こういったところもですね、HTML の埋め込みの、コードを生成してくれますので、まあ、そういうコードを取得して、そして、ブログの記事に埋め込むことができます。結構ね、おすすめはサウンドクラウドですね。サウンドクラウドの方がなんかね、こう、かっこいいですね。プレイヤーがかっこいいですね。プレイヤーの表示がかっこいいっていうのがあります。あと、ブログのテーマによってはですね、URL をペーストするだけで完了するところもあります。実際、リキーが使っているスノーモンキーというテーマは、Apple Podcast もですね、URL 貼り付けるだけで大丈夫でしたし、また Spotify なんかも URL 貼り付けるだけでプレイヤーがポンと出てくるような設定になっていたので、非常に役立っております。この辺のですね、プレイヤーの貼り方について、Apple Podcast をメインにして、ブログの、リッキーブログの方に記事としてまとめておりますので、より詳しくビジュアルで知りたいという方はですね、このリッキーブログの記事を参照してみてください。今日はブログに音声貼り付けるメリットということでご紹介させていただきました。皆さんのですね、ブログライフのサポートになれば非常に嬉しいです。今日の合わせて聞きたいは、音声ファイルを YouTube にアップする方法をシェアさせてください。実はですね、音声ファイルから YouTube にアップする方法ってできるんですよ。これね、非常にいいやり方を見つけたので、それをご紹介しております。 YouTube にも配信してリーチを広げていきたいという方、またもともと YouTuber だったんだけどブロガーに転身したとか、
音声配信に転身して、いや、やっぱり YouTube、元の YouTube もなんか細々と続けておきたいなっていう方はですね、ぜひこの音声ファイルを YouTube にアップする方法をチェックしてみてください。今日のラジオはいかがでしたでしょうか。リッキーの Twitter で毎日ボイステック情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想はリッキーポッドキャスト @gmail.com もしくは専用のフォームからご連絡くださいませ。新着を見逃さないようにするには無料サブス登録が便利。あなたの朝時間にボイステック情報が必ず一つ届きますよ。Thank you very much for tuning in Ricky's Voice Hack Radio. This Voice Hack Radio is brought to you by ポッドキャスターのリッキーがお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日を。バイバイ。